は明治中頃から戦前昭和にかけて日本に存在した政外官の一つ。宮中にあって天皇を常時保筆し、宮廷の文書事務などを所管した内大臣を支える機関として1885年に設立され、敗戦直後の1945年11月に廃止された。明治政府が1885年に 大乗官制を改め内閣制度を発足させた折、内閣を構成し国務を司る国務大臣とは別に、明治新時に廃止された内大臣を90の大臣職として復活させた。さらにその職場を司る部局として、宮内省に内大臣官房、後の内大臣府が新設された。両下官時代の略称が内府であったことと内務大臣と区別する必要から、 内大臣は、ナイフと略称された。明治政府下における内大臣は、新任官である宮内大臣、自重長とともに、常に天皇の側にあって補佐する官職であった。具体的には、御事、国事を保管し、省直、直所その他宮廷の文書に関する事務などを所管した。また、国民より天皇に法廷する請願を取り継ぎ、政治に従って、 これを処理するなど、側近としても重要な役割を果たした。その職務や権限、天皇に助言できる範囲は、憲法学者ですら、明確に定義することができないほど、非常に曖昧かつ抽象的であった。すべては、天皇と就任した人物との信頼関係のみで、成立するという特殊な感触でもあった。これは、当初、大上大臣を知りく三条耳を処遇する。 名誉職としての意味合いが強かったことによる。三条の側近だった尾崎三郎は三条の就任に反対し、内大臣自体も無用の長物と断じた。しかし三条は伊藤博文に道を譲る形で宮中入りし、黒田清高辞任後には暫定的ながら内閣総理大臣を兼任した。三条の死後は、自重長、徳大寺佐熱根が、 明治天皇の崩御まで内大臣を兼務した。若年の大正天皇の即位により、その補佐は重要課題となり、総理経験者である、カツ太郎が内大臣兼事従長として、宮中入りする。カツが短期間で総理に復帰すると、今度は皇族である伏見の宮さだなる新郎が、内大臣不出士の資格で、数年にわたって執務した。その後は、元老、純元道級の政治家が、 反発の勢力拡大や、政局の思惑とも連動しながら起用された。また、職務形態も、常時保筆から、必要に応じて宮中に出資する形態へと変わった。さらに昭和期になると、宮内大臣から横滑りした、牧野信明や湯浅倉平、総佐都史上総裁、内大臣秘書官長を務めた、木戸孝一のように、休務経験を経た、官僚出身者の登用が目立った。 さらに、言動の存在感が薄くなるにつれ、言動に代わって、重心会議を主催する形で、後継師範総船の中心的存在となった。重心との接衝や意見聴取を行い、さらに軍の統帥事項に関しても、天皇を通して、情報を得られる立場であった、内大臣は、宮中のみならず、府中にも影響力を及ぼしうる住職となった。太平洋戦争敗戦後、 昭和天皇の意向もあり、宮中側は内大臣と内大臣府は存続させる予定であったが、新憲法に沿った皇室、宮中改革を不可避と考えた法制局との協議や、連合国軍最高司令官総司令部の民政局との折衝の結果、1945年11月24日、内大臣及び内大臣府は廃止された。巨事 国事の管理など、本来の機能は、自重庁の直轄機関として、区内省自重職内規部を新設して対応した。内大臣府は、区内省の外局であった。そのため内大臣は、内大臣府を統括するとされたものの、内大臣派所部職員のジョイジョ君そのの他身体に、関する事項につけて、派の奥内大臣に委長、すへしとなっていた。1907年、 内大臣府完成制定以降のうち大臣府は、計11人という少数の職員によって構成されていた。廃止されるまで、以下のような辞任構成で職務を行った。内大臣内大臣府を統括し、天皇に従い責任を負う。一人、新任官。万が一、内大臣が欠けた場合、数密院議長が臨時代理となり、天皇に自立した。 秘書官庁区内の文書を勝利する。天皇と内大臣との連絡役でもあり、時として内大臣より重要な役割を果たした。一人、直任官。秘書官文書の管理や書務を文章する。三人、総任官。俗書務を担当する。六人、犯人官。また、臨時職として内大臣府御用係があり、内大臣府廃止前に、この F みまろ、 佐々木総一が大日本帝国憲法改正作業のために任じられた。ありがとうございます。